どうもおはようございます。辻野店長です。はい、今日はですね、こちら、ファームハウス奈々さん、何のお店でしょうか。はい、こちら見て、農家民宿ね、いいですね。ですね。はい、でちょっとこちらでね、いろいろなんかのお話聞けるということなん でちなみにさっき聞いたんですけど、これ今看板あるじゃないですか。これ小学校の本当の黒板を。おすごい。黒板ってやっぱり黒かったね。だから黒板でしょ。そうやね。黒板って書くんですね。今もホワイトボードやね、多分小学校とかでも。ああ、どうなんでしょう。結構増えてるみたいよ。そうなんや。そうそう、だからまあこういうね、なんかあのすごい古いものもあり、なんかいろいろ畑もあったり、ね、あのニワトリもいたり、いろいろなんかあのお話聞いてるんで、ちょっと楽しみです。今日はでは、ちょっとファームハウス奈々さんでいろいろ遊んでみたいと思いまーす。はい、ということでですね、本日は、ファームハウス奈々さんの、豊田さんのところに、来ました。はい、ありがとうございます。なんかね、ちょっとこう、見させてもらってるんですけども、ドキドキなんかいろんなものが、ある感じで、まあまあこのお部屋もそうなんですけども、うん、もう多分まあ今見てもらってると分かるんですけども、真後ろ誰かおる。そう、ドーンとすごいですね、この甲冑。これはあれですか、川端ですか。まあそうです、はい、はいはいはい、なんかあの赤錆びたようなやつがここにあると、はい、泊まる方とか来られた方が怖いです、ね、うん、ああ、はいはいはい、まあ値段が高いっていうのは、ああいやすごいね、でもこれイミテーションですよ、はいはい、まあ、この銃も、はい、銃もモデルガン、モデルガンで、はい、で一応年代はあの1500年代と年代を合わせた。あーなるほど、はいはいはい、はい、ひなわ銃ですか。ひなわ銃ですね、はい、すごいですね。まあもちろんあれですよね、あの亀岡ということなんで、明智光秀ですか。うんーって言われるんですけどね違うんですか。実は実はこれは、はいはい、あの豊臣の門なんですよね。そうですよね、霧の門です。はい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 、まああの私のあの名字が豊田なんで、おなるほど、ですんで、まあ豊つながり、豊つながり、明智を打った豊臣、ああそうか、いやいやでもラックジョークではないんですけどね、まあちょっとそこはお許しを、はいはいはい、なるほど、はい、まああの戦国を良くした人は必ずそのことを、そうですよね、はい、でもあのやっぱり外国人の方が多いんですよ、お泊まりながら。外国人の方ってこれ見たらどんな反応してはるんですか。え、まずおおスウェイトね、そうやろうね、そうですよね。で、まあこれ切れますからね、あ、そうなんですか、はい、そのまま海外の人によし被ってみるか、あ、そうなんですか、すごい、はい、それは喜ばれますね。もで写真撮って、そうここの前の庭で写真撮れば、なるほど、着てるみたいな、ね、何狙っとんねん。刀でも刺したらもうそのままこのまま気分というじゃあ、後で着させてもらってもおいいですよ、いいですよ。あとはあの中古なんですけど、はい、着物、女性の方が好きで、まあ、そこにはあのちょっと帯がちょっと飾ってあるんですが、はいはいはい、やっぱりあの女性の方も、うんうんうん、すごくその着物をここで着付けできます、はいはい、うちの奥さんが着付けです。そうなんですよ、奥様、はいはい、であの男の方は、男性は甲冑着て、で女性の方は着物着て、ここの100年以上経つこの庭で写真撮れば、で豊田さんはふんどし、はいはい、いやいや僕はあのただの農家の、ね、そうよね、まあちょっとあの前後するんですけど、ここのがファームハウスは、やられて何年ぐらいになるんですか。3年になりますね。あ、3年目、うん、もともとここに住んでおられた。いや、じゃなくて、はい、たまたまあのうちの奥さんが畑もあって、はいはい、畑は好きなんですけど、はい、まあ、家庭菜園ぐらいやってて、ね、畑もあって家もあるような古民家ないかなってずっと探してた、はいはい、でたまたまあの知り合いの不動産屋さんがここあるよって、まあ、ここ、これ広い土地、はいはいはい、広い家なんでおばあさん一人で住んでるんで、手に負えない、あ、はいはいは
で、でまあ購入させてもらった。どのぐらいの大きさなんですか？ほら全部で300。ほほほすごいですね。裏の畑でこのまあ見てるんで、はいはいはい。じゃあ奥様の夢だったんですね。そうですね。まあまあ。じゃあ代表は奥様。まあ一応今。なるほど。はい。え、豊田さん、神岡に住んでる？僕はあの幼稚園の時から神岡で。ああ、なるほどね。はいはいはい、はい、今年55歳に。あ、そうなんですか。へえ、うん、で、農家をされてたんですか？いやいや、うちは農家じゃないです。もううちはもう機械屋の家系なんで、私自身も、はい、あの某自動車メーカーに。へえ、はい、で、もうまあ転職じゃないけど、ここで。もうここでやろうということで、はい。でもうあの、早期定年退職させてもらって、はいはいはい、で、まあ野菜作ったり、まあここで来るお客さんと一緒に、まあ、あの農業体験、ちっちゃい農業体験、ね、もうじゃあ、その来られる方っていうのはもうやっぱ外国人の方が多いですね。あ、まあ日本の方もね、やっぱり来ていただければ、もっともっと来ていただければいいかなとは思うんですけど、まあまあ日本の方よりも海外の方の方がまあ多かったっていう、今のところは多かったっていう。でまあ今回のコロナ騒ぎで急にね、あの観光があってということで、今はあの全くストップしてますけど、今後はやっぱりこういう風景のいい、そうですね、日本家屋、まあ日本人にもやっぱりもっともっと知っていただきたいなっていうのがあって、ちなみに、うん、あの宿泊ですよね。あ、宿泊、はいはい、いくらぐらいするんですか？一応7000円ぐらいですね。まあまあそのあれ季節によって変動しますけど、はい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 、まあ一組限定なんで、あ、はい、で、あの、まあ、今こんなね、うん、コロナ騒ぎになっちゃってますけど、はいはいはい、まあ、例えば家族4人、あ、はいはい、母さんとか、はいはい、あのでここに泊まっていただいたら、要はいわゆるその不特定多数の人と会うっていうことがないので、ね、なるほど、まあ、貸し切りですよね。貸し切り、まあ、見出した貸し切りなんで、はいはいはい、でここで、まあ、あのちょっと休暇の時は探してもらうっていうのも説明なんだなって、はいはいはい、やっぱり先日そういうお客様がおられたので、うん、まあ、亀岡でお葬式があるからって言って来られるんですけど、はい、行くんですけど、ホテルに泊まりたくないんですよ、はいはい、滋賀県の方だから、はい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 、そんなとこ行って、もしね、病気もらったら、そうですね、ほんまですね、大変なんで、ね、で、電話かかってきて、はいはい、まあ、うちだったら貸し切りになるからいいですよ、あ、そういう使い方ね、なるほど、ね、で、お父さん、お母さんと、で、息子さんと、うんうんうん、来られて、僕さんにでも広いわ。ああ、まあまあね。え、でもね、7000円で。キッチンも使い放題だね。ね、なるほど。いや、え、普段の1、2。あ、一応貸すのはここなんですけど、で、あとキッチンも使えますし。はい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 、はい、うん。まあまあ。めっちゃいいですよ、ね。なるほど。神岡でホテルもね、少ないですよね。まあね。うん、まあ、ボルカルタみたいなこと話もうちらも出てたんで、まあね、出てましたけど。うん、ただね、要はこういう、こうなんか日本人からすれば懐かしい感じ、うん、ね、っていうのを味わってもらえたり、はいはいはい、でまあ、ちょっとしたあの収穫とかして、うんうんうん、その収穫体験とかはもう予約しとく、あ、もう言っていただければ、それはもう事前予約になります、はいはいはい、え、もしかしてじゃあその収穫した野菜を一緒に夜お料理して、めっちゃいいやん、めっちゃいいやん。ちなみに今何作ってあるんですか？今は玉ねぎとじゃがいもと、じゃがいもで、まあ、そこにまだあのこんなちっちゃいですけど、あのほうれん草とか、あとレタス、レタス、カレーできるね、あ、人参もありますよ、人参もある、カレーやねよし、カレー作りましょう店長料理できるっけ？うん、できひん豊田さん料理できはる？まあ、簡単なものぐらいだな、チキンラーメン、昔ながらの奥戸さんとかありますんで、まあ、そういうので奥戸さんって何ですか？いわゆるあの昔ながらの、はい、釜炊きの釜のことを奥戸さんって言うんですかね。おー、これじゃなくて、はい、釜炊きのご飯も、釜炊きのご飯はもうめちゃくちゃ美味しいです。で、その釜が2つありますから、はいはい、あの1個で、はい、あのご飯を炊いて、もう1個であの、まあ、例えばカレーを作るのも、なるほど、あの
味噌汁をで、めっちゃいいよ味噌も、あの、はい、まあ、ここ自家製え、味噌も作ってるんですか、はい、すげーだから、まあ、そういうのも、うん、味わっていただけなるほど、はい、プチキャンプみたいな、いや、ほんまやね、ね、ね、そうなんですね、ですね、はい、あ、めちゃめちゃいいですね、全然ちょっと来ようかなまあ、そこでね、あのこの部屋で、例えばここでこうマッサージするあちょっと借りようかな、ほんまですね、なるほど、こう使い方としては幅が広いほんまですね、まあ、ここの部屋、うん、あの日本家を、あの日本の部屋なんで、はいはい、あのふつまさえ取ればドッカーンとした部屋になって、そうですよね、だって何人ぐらいこれ寝よう、寝よう思ったら、はい、10人以上だね、それこそ、それね、であの以前ね、使った使い方として、はい、あのここのふつまを全部取って、はいはい、でここにあのプロジェクターのスクリーンを出して、でスクリーンを上映会、はい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 、上映会もそうですし、うん、あと大学の先生とか来られて、ここでちょっとあのね、更新というのもあの以前そういう使い方だからね、まあ、今ちょっとね厳しいけども、うん、落ち着いたらねその会社のね、うん、みんなで来て宴会してね、うん、で講習会したり、ね、講習会したりで、ね、野菜取ったりで、うん、いいですね、まず宴会言うのねまず研修でしょ宴会ありきありきねここでね拍手のおー、渋いですね。雰囲気ありますね。でも、まあ、ここに座ったらもうまさしく殿とかいう感じで、ね、ああですね。ちょっとそういう時代劇コントもできる。いや、いいですね。うんうん、まあそういうふうな使い方で使ってもらったら、そうだね。だから、うん、やっぱりそのね、僕らもやっぱりその知らないだけで、うん、ね、やっぱりこういうところがあれば、うんうん、その使い方はいろいろね、うん。使い方は幅が広くね、幅広くね、できますね。まあ、あのすごくあの、まあ、ここ今ちょうどね春での桜も咲いて、うんうんうん、庭もねあのすごく綺麗、ね、本当ね庭が綺麗ですよね、いいね本当に、まあ、ここであのお茶会とかもあはい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 、まあ、着物も着付けもそうですし、はい、でお花もねあちょっと今大したことないんですけど、はいはいはい、お花いけるとかいうのもねいいですし、まあ、あの日本情緒をすごく味わっていただけるそうですね、であのここの場合はあの駅から歩いても来れますから、ああ何分ぐらいですか、駅から歩いたら15分かゆっくり歩いて20分ぐらい、はい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 、うん、まあ大人の足やったらこういうこと12、3分で歩いてもらえるし、あのスーツケースゴロゴロしながら来るお客さんいっぱいいますからね、アクセスも便利、うん、送迎もされてますか、ああそう、いやあのリクエストしてもらったら駅まで迎えに行ったり、 あと送迎も、嵐山からトロッコであのちょうど馬掘り、はい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 、あそこまで来たよって、うん、事前に今から乗りますって言ったら、うんうん、なるほど、しますし、サービス満点、うん、そういうことしますね、うんうん、だからあの結構そうやって送迎もそのまあ今までってあれですか、その宣伝ってどうした、外国の方にはどういう、いやもうあのそんな大っぴらにはそんな宣伝はしてなかったんですよ、うん、まああの Google マップに載せてるとか、はいはい、あと Airbnb っていうのが予約サイトでメインでやってたり、はい、あと Booking.com の方でやってたりぐらいで、うん、もうバーンとはやってないです、うんうんうん、であとまあまああの亀岡で営業させてもらってるんで、まあ、亀岡の観光協会で入ってっていうぐらいなもんです、ね、なるほどね、はい、あんまりあの大っぴらにやれるぐらいの大きなもんじゃないって僕たちは勝手に思ってたんで、ちょっと逆に穴場こんなねいいねあの宿泊でね、うん、まああのアクセスも良しとで、まあ、昔ながらのこう、うん、感じがいいみたいな、うん、だからまあ少しずつあの無理のない程度に進めてるんですけどね、作ったら、これはもうおこれはここもやったら怖いねそうそうそう、おーすげえ、おーかっこええ、おおでも切れないですか、あーいやーすごいです、切れない、切れそうだ、切れ、いやこれ、はい、あでも本物の鉄ですか、本物ですよ、えそうなんですか、鉄は本物、じゃあ重さは
本物とかあれですね。おお、すげえ、ほんまに重い、かっこいい。豊臣秀吉モデルだ。あ、そうなんですね。うわ、めっちゃかっこいいですね。鞘がかっこいいですよね。これ絶対外国の人見たら、ほらテンション上がりますよね。テンション上がりますよね。日本人でもなかなかこうやって持つことってあんまり、ね、そうですよね。まあなんぼ、偽物なんだという模造刀とは言え、これはこれをその昔の人はこれすごいわ、腰ぶら下げて、うん、しかもあのちっちゃい刀もはいはいはい、2本ぶら下げて、ね、だから かなり重たいと思いますよ、うん、重さはやっぱりでもあれなんですかね、本物はやっぱり軽い、若干軽いけど、ほぼ本物に近い。あ、そうなんですか。へぇ、模造刀とはいえ恐る恐るです、うん、なりますよね、うん、重いね。ほら僕でも居合ちょっとしてます。あ、そうなの、マジで。なんなんそれ、何でもやってんな。おお、抜き方がちゃうな。そうでしょ、うん、あ、重たいですね、ほんまにね。やっぱりずっしり、うん、すごい。やっぱりね、あの面白いのが海外の方にペッて渡すね、はい、おお、そうなりますよ、うん、反応が。それが締まり方なの、ね、そうそうそう、へえ、反対。うわなんやそれ。でもこれを見ずにこうやって入れる、はい、そう。